ティラコスミルスは、新生代中心予行期から、先進予行期の約700万年前から300万年前の南アメリカに生息した肉食有体類。哺乳孔有体ウメティラコスミルス科。学名は、ポケットナイフの胃。スミロドンラケンシトラに酷似し、同様に長大なサーベル牙を持つ。創造図全長約1.2から1.7メートル、頭骨長。 約20から23センチメートル、体重は80から120キログラムと、ジャガーに近い体重があったとされるが、これまで発見された化石の最大では、推定150キログラムと小型のライオンやトラに、匹敵した。頭骨は長く、厚みがある構造である。波数は28本。上顎には、サーベル状、下顎には、釘状の剣士を持つ。この特徴は、 スミロドンに似た特徴である。同様にこの牙を獲物に打ち込むために顎は120度まで大きく開き、頸椎には筋肉の付着点が発達していた。また、獲物を抑えるための前足も強力である。しかし、最大の相違点は、この牙が一生伸び続ける無根場だということである。このため、一万一牙を切損したとしても、餓死に至る。 可能性は少なかったと推定されている。また通常哺乳類が毛づくろいなどに用いている摂氏を持っておらず、死列は剣士と薄刃のみであった。外観上目だった相違点では、顎先近くの下顎骨が下方に伸び、サーベル剣士を保護する鞘のようになっていたことが挙げられる。ただしこの鞘はスミロドンには存在しないが、それ以前のマカイロドスは持っていた。 それ以外の骨格上の相違点では、スミロドンに比べると眼下は小さく、後端は閉じている。また、有体類であるために、上地骨が存在した。ティラコスミルス自身、それほど敏瘍な捕食者ではなかったために、動きの遅い鈍重なユーヒズメ類や、大生獣を捕食していたと推定されている。彼らは、スケリドテリウムなどの大型草食獣を獲物とし、 その剣士で刺し殺して捕らえていたとされる。しかし、相手が大型であった場合には、失血死を狙っていたとする意見もある。この方法が他の捕食者たちに比して優れていたためか、ティラコスミルスは、ボルヒエナなどが滅びた後も繁栄を続けた。しかし、南北アメリカ大陸が、パナマ陸境を介して300万年前に、陸続きとなり、スミロドンなど、 猫かの肉食獣の難化と前後して絶滅することになる。ありがとうございます。